ご視聴ありがとうございます。今回は1週間前に切り戻したその結果が出ました。社長に結果を教えてもらいたいと思います。お願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。会館員の三國です。ですね、先週ですね、動画でアップしたと思うんですけど、まあ、梅雨時に一度切り戻ししてくださいよっていう、皆さんにお伝えしたと思うんですけど、じゃじゃんこれが1週間前に切り戻ししたやつですね。ね、もう見ての通り綺麗になってるでしょ。はい、すごいでしょ。すごいです。そう、本当に早いですね。早いだから必ずやっぱり大きくしないことですね。はい、そこが注意点なんで、ぜひね、皆さんね、切り戻し絶対大事なんで、今の時期ってやっぱすごく大きくなってると思うんですよ。春に植えた植物がすごく、ラベンダーとか、ペチニアとか、ね、いろんな植物が大きくなってると思いますんで、思い切って刈り込んでください。でそうすることによって、この葉っぱにですね、この葉っぱ、前回もお知らせしましたけど、この葉っぱに日光が当たるようになって、たくさんの光合成をして、花芽がつくっていうやり方ですね。でどうしてもこうやってほったらかしておくと大きくなるんですよね。バーッとでバーッと大きくなるから、日光が株元に当たらなくなる。はい、でしっかり刈り込めば、この株元、葉っぱに日光が当たる、から、また光合成をし始めるっていうやり方ですね。でもしかし、見てわかる通り、切り戻しすればするほどお花の大きさってちっちゃくなってくるんですよね。もともと一番最初のパンジーピオラってこれくらいの大きさだったんですけど、切り戻しすればするほど、花って小さくなってくるんですよ。でこれ5回ぐらい切り戻ししてるんですけど、こんなにちっちゃくなってくるんですよ。でこれはなぜかというと、やはり栄養が足りなくなってくるんですよね。切り戻しして、その時に花を咲かせるための栄養分、窒素、リン酸、カリっていうものが足りなくなってくるんで、しっかりとね、肥料を与えるといいかもしれない。でそうすることによって、一輪の花も大きくなりますよっていうこと。はい、で大体目安として、もうこれ以上花がちっちゃくなると、もうむつ難しいかな。でやっぱ花切り戻しして切り戻しして花芽はつくんやけど、だんだんちっちゃくなる。で本当にちっちゃくなった時には、もうやはりこの株自体がもう1年草だと終わりですっていう合図かなと思います。で上手にするとやっぱり4ヶ月5ヶ月って花咲かせることができますんでね。やはり寿命っていうのがあるんで、1年草の場合、やっぱり僕らでもこう切り戻し何回もやっても、よくせいぜい続いて4ヶ月、例えば3月に植えたら7月で終わりですよっていうことですね。それだけ皆さん1年草の場合覚えておいてください。以上です。